ります。見違えるようです。まずまずでしょうか。何かご用でしょうか。3番人気ですか。ただいまより投票受付を開始します。肌寒い東京競馬場にほんのりと冬の日差しが差し込んでいます。ダートをかける豪脚はこの寒さをも吹き飛ばします。フェブラリーステークス12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは。シアトラスが上がってまいりました。名称ボーラー外から行こうというところ、10番ユートピア2番手を伺おうというところ、そしてその後ろから9番パーソナルラッシュ、外から1頭12番カタノペリー、4番ピットファイター、8番ハードクリスタル、5番カフェオリンポス、3番アドマイアドン、その外からは11番タイムパラドックス、そして内からは2番ヘブンリーロマンス、外を通りまして7番シーキングザダイヤ。ばらけたレース展開であります。前でありますが前、これが先頭。6番名称ボーラーユートピア、その後ろでやりましょうか。1番シアトラスカタノペリー、陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。場内がドッと来ている。場内がドッと来ています。名称ボーラー先頭、1馬身リードユートピア懸命に追う、内からシアトラス、さあ先頭は名称ボーラーが1馬身リードパーソナルラッシュ、並ぶか並ぶか、パーソナルラッシュが差を詰めてくる。名称ボーラー先頭、捉えたかわした、パーソナルラッシュ、アドマイアドンが襲いかかる、内か外か、最後はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。戻ってきました。ご用でしょうか。
ね。いい感じですね。ご用でしょうか。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。さあ第3コーナーへとまっすぐ向かうマイル戦のスタート地点、安田記念のスタートです。ゲートが開いた。ちょっとばらついたスタートだ。果たして先頭に行くのは。先手を取ったのはサイレントウィットネス、そしてその後ろからカタノペリー、それからローエングリーン、3番ダンスインザムード、その外スーッとバランスオブゲームが上がっていきました。ダイワメジャー、ちょっと離れて7番ブリッシュラックでやります。外を通って9番浅草電源、内から1頭8番カンパニー、その外アドマイヤマックス、これが1番人気の5番テレグノシス、そしてしんがりから2番スイープ東証という展開です。さあ先頭の方はどうなっているか。これが先頭サイレントウィットネス、10番ローエングリーン、台風の目となるかカタノペリー、非常に怖い馬です。大歓声が上がる東京競馬場、大歓声が上がる東京競馬場。さあ先頭はサイレントウィットネスが頑張っている。外を通ってローエングリーン、さあ先頭はサイレントウィットネスが3馬身リード。12番サイレントウィットネスがまだ粘っている。2番手にローエングリーン、さあ抜けましたサイレントウィットネス。先頭オージーとサイレントウィットネス、サイレントウィットネス先頭、サイレントウィットネス1着。安田記念勝ったのは12番サイレントウィットネスだ。戻ってきました。